名護市は今回辺野古の埋め立て承認変更申請に係る県からの紹介についてわずか3行で、埋め立て、辺野古地先のヤードの見直しは意義はありませんというだけでとどめて、それで全ての問題を、けりをつけようというふうにしているようです。県は膨大な資料、膨大な計画変更申請に基づいて、そのことを名護市に投げているはずです。そしてそれは単に地先のヤードの撤回だけじゃなくて、大浦側の埋め立て、辺野古側の埋め立て、そしてその全体の、市民に、あるいは環境に及ぼす影響についての意見を紹介をしているはずです。議会でも出ました。そして、県当局が投げたのは3月26日まで期限を決めて設計変更申請そのもの全体についてのコメントも求めているはずですが、そのことについては一切差し押して3行で回答が出ております。市民にかかる死活問題だし、市民のこれから100年200年をの未来を生活を左右する大きな重要な問題だ、そのことが市当局に伝えられて、そして議会が提案しているようにすべからく今日のこの今回の議案は撤回をしてもらって、多くの市民の意見を、そして多くの人たちの意見を交えた市当局からの堂々たる意見書であるべきだと思います。今の意見書、誰が考えても姑息で、そしてみっともない、信じられないような答弁になっております。今回の意見書の内容というものが本当に本質については全く触れられてなくて、戸口市長が取ってきた本当に当たらず触らず、辺野古の基地問題については注視、要するに遠くで傍観しているという、そういうこれまでの姿勢がそのまま出ているということになってます。基地に対して市長の姿勢をもう明確にやはり示してもらわなければいけないと、そういう思いで質疑をしております。そもそも防衛局が設計変更用途変更を出したのは、あの大浦の軟弱地盤、これが元にもうズザザになった辺野古新基地建設の計画を見直さざるを得なくなった、あれほど政府も認めてなかった軟弱地盤が結果的にやはり認めざるを得なかった、そこから始まってるわけです。ですから用途変更も設計変更も一体のものであります。辺野古に新基地を作らせないオール沖縄会議主催の県民集会を始めていきたいと思います。沖縄県は11月27日、名護市長に対して
設計変更申請に対する意見を出すように諮問をしました。ところが戸口名護市長はその期限が3月27日、4ヶ月間あるにもかかわらず、わずか10日ほどで辺野古漁港周辺の用途の変更については異議はない、たった3行の意見書を出して16日の市議会のに追加提案をしたわけです。市長が追加提案をするにあたって、なんと沖縄県を飛び越して国土交通省に公有水面埋め立て法の解釈を聞いたり、そういったことで確かに現在の公有水面埋め立て法では条文上は設計変更申請の場合は知事の意見を聞くのは用途の変更というふうに書かれているわけですけれども、戸口名護市長がやるべきことはそんな公有水面埋め立て法の細かい解釈を国からの指導によってやっていくことではない。市長としての当然の責任は、例えば今回の世界でも前例がないような難工事となる地盤改良工事、軟弱地盤、そのことによる安全は確保されるのか、大浦湾の環境への影響はないのか、周辺住民生活への影響はないのか、そういったことを名護市長は当然検討し意見書にまとめる。それが市長としての当然の責任です。なんと名護市当局は沖縄県から用途変更と同時に設計概要の変更申請についても資料が添付されて諮問されてきたわけですけれども、市議会には用途変更の資料だけしか出さない、そういったことが明らかになり審議は混乱。自民党の市議の方からも野党の意見をやっぱり聞くべきだ、これではダメだから一旦取り下げてはどうか、そういった意見まで出されました。私たちは何としても今回のわずか3行の意見書を撤回させ、さらには十分身近な切り替えの問題、そしてボーリング調査の問題についてもきちんと条例に基づく協議文書を提出させて、それが本当に市民のためになるのか県民のためになるのか、そういったことを判断するような姿勢を勝ち取っていきたいというふうに思っています。